出エジプト記第2章。さて、レビの家の一人の人が行って、レビの娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その麗しいのを見て、三月の間隠していた。しかし、もう隠しきれなくなったので、パピルスで編んだ籠を取り、それにアスファルトと樹脂とを塗って、子をその中に入れ、これをナイル川の岸の葦の中に置いた。その姉は彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて立っていた。時にパロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。侍女たちは川辺を歩いていたが、彼女は葦の中に籠のあるのを見て使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思って言った。これはヘブル人の子供です。その時、幼子の姉はパロの娘に言った。私が行ってヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘が行ってきてくださいと言うと、少女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行って私に代わり乳を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。女はその子を引き取ってこれに乳を与えた。その子が成長したので、彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はその子となった。彼女はその名をモーセと名付けて言った。水の中から私が引き出したからです。モーセが成長して後、ある日のこと、同胞のところに出て行って、その激しい労役を見た。彼は一人のエジプト人が同胞の一人であるヘブル人を撃つのを見たので、左右を見回し、人のいないのを見て、そのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また出て行って、二人のヘブル人が互いに争っているのを見、悪い方の男に言った。あなたはなぜ、あなたの友を撃つのですか。彼は言った。誰があなたを立てて、我々の司、また裁判人としたのですか。エジプト人を殺したように、あなたは私を殺そうと思うのですか？モーセは恐れた。そしてあのことがきっと知れたのだと思った。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうとした。しかしモーセはパロの前を逃れて、ミディアンの地に行き、井戸の傍らに座していた。さて、ミディアンの祭司に7人の娘があった。彼女たちは来て、水を汲み、水槽に満たして、父の羊の群れに飲ませようとしたが、羊飼いたちが来て、彼女らを追い払ったので、モーセは立ち上がって、彼女たちを助け、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父、リウエルのところに帰ったとき、父は言った。今日はどうしてこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは言った。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助け出し、その上水をたくさん汲んで羊の群れに飲ませてくれたのです。彼は娘たちに言った。その方はどこにおられるか、なぜその方を置いてきたのか、呼んできて食事を差し上げなさい。モーセがこの人と共におることを好んだので、彼は娘のチッポラを妻としてモーセに与えた。彼女が男の子を産んだので、モーセはその名をゲルショムと名付けた。私は外国に帰流者となっていると言ったからである。多くの日を経て、エジプトの王は死んだ。イスラエルの人々はその苦役の務めのゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆえに叫びは神に届いた。神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を顧み、
神は彼らを白示された。